ラフレシア・アルノルディの花ラフレシアは東南アジア島諸部とマレー半島に分布するラフレシアからフレシア族の全寄生植物で十数種を含む多肉質の大型の花をつけるものが多く中でもラフレシア・アルノルディラフレシア・アーノルディの花は直径90センチメートルほどにも達し世界最大の花としてよく知られている この花の花粉を運んでいるのは、死肉や重粉で繁殖する、黒バエカのオビキンバエ属などのハエであり、死肉に似た色彩や質感のみならず、くみ取り、便所の匂いに例えられる腐臭を発し、倉庫な者を誘引する。ヨーロッパ人では、シンガポールの建設者である、トーマス・ラッフルズの調査隊がこの植物を最初に確認した。確認された1826年当時はまだ科学が、 ある程度しか進んでいなかったため、同行したメンバーは、人食い花ではないかと恐れたが、ラッフルズは、そんな迷信を恐れず、花に触って無害であることを証明したとされる。調査探検に同行した、博物学者のジョセフ・アーノルドが、スケッチ、観察、標本などを作り、近代植物学の世界に紹介。学名は、この2名にちなんで、 懸命され、ラフレシア・アーノルディと名付けられた。ブドウ化植物の根に寄生し、本体は、機種組織内に食い込んだごく微細な糸状の細胞列からなり、ここから直接花を出す。茎、根、葉はない。花は、尾花と芽花に分かれており、尾花の薬からは粘液に包まれて、クリーム状になった花粉が出て、花の奥に入り込んだ葉への背面に付着する。 この灰がバ花に誘引されて、花の奥に入り込み、メしべの中等に背中が触れると受粉が成立する。花弁は発泡スチロールのような質感で、踏むと乾いたようなパキパキという音を立てる。ザプラントリストによる花を咲かすのには2年かかるが、花が咲いたら約3日で枯れてしまうので、目にすることは難しい。ラフレシア・アルノルディの発見後、ほぼ同じ特徴を持つラフレシアか。 ラフレシア族も確認されたが、最初に確認されたラフレシアアルノルディを超える花を咲かせる種は発見されていない。ラフレシアアルノルディは世界最大の花として広く知られているが、実際にギネスブックに公認されている世界最大の花は直径1.5メートルに達する食大王こんにゃくである。しかし、後者の花は厳密には果樹とそれを覆う。 不縁法の複合体であり、一つの独立した花として、世界最大なのは、依然、ラフレシア・アルノルディとみなすことができる。ありがとうございます。